アルマンド・エンリケ・クーパー・ウィタカーは、パナマコロン出身のプロサッカー選手。パナマ代表。ハポエル・テルアビブ FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。CD ・アラベ・ウニドでキャリアをスタート。2011年1月、MLS のニューヨーク・レッド・ブルズが興味を示していると、報じられたが、移籍は実現しなかった。7月、アルゼンチンのゴドイ・クルス・アントニオ・トンバに移籍。 2015年2月に、ブンデスリーガの FC、ザンクトパウリに移籍したが、半年で母国のアラベウニドに復帰した。ザンクトパウリでのプレイ時間はわずか125分に、止まった。2016年8月、トロント FC にレンタルで加入。11月の MLS カップ、モントリオールインパクト戦で、初ゴールを挙げ、決勝進出に貢献した。プレーオフ終了後、 完全移籍に移行。2007年、カナダで開催された FIFA、FIFAU-20 ワールドカップに参加した。2006年10月のエルサルバドル戦で、初キャップ。2011年1月のコパセントロアメリカーナ、ニカラグア戦で、初ゴール。国際 A マッチ112試合8得点。ありがとうございます。